こんにちは、バイエンドです。今回はちょっといつもと毛色が違うんですが、この動画を使ってちょっと話そうかなと思うことがあります。単刀直入に言うと、私ある今大手出会い系サイトのサイトから出禁を食らっていまして、私がなんか悪いことをしてそうなったとかでも全然ない状況でそうなってるので、なんか今まで別に言おうとか言わないとかあんま思ってなかったんですけど、なんかこの状況になって実はもう半年ぐらい経ってるんですね。なんか考えれば考えるほど面白いなって思ってきたので、みんなになんかこの状況をシェアして面白いから浄化しようかなと思って動画を撮ってます。今から話すことって割となんかレアなことだなって思うんで、知りたい人はぜひ聞いてほしいなと思うんですけど、今日の動画は全然なんか学びとかあんまりないので、そういうことは期待しないで聞いてください。普段自分のことについてあんまり喋る人じゃないなかったので、ちょっと時系列とかがごちゃごちゃになっちゃうというか、多分喋りベタなちょっと癖が出ちゃうので、ちょっとそこは分かりづらかったら申し訳ないということだけあらかじめ言っておこうと思うんですけど、まず何が起こって出会い系に出禁が食らったかって話からしますね。時を遡ること、去年の10月11月、どこかぐらい、多分それぐらいなんですけど、1週間ぐらいだけその出会い系サイトをやってた時があったんですね。自分の個人的な出会いとかじゃなくて、自分のチャンネルの企画で出会い系サイトで出会った人が1日でどこまでいけるかっていうのを試すための企画として、で実際に動画も撮ってたんですけど、なんかその1週間だけやってた時に、私がその自分のことをバイアンドっていう風に言わずにやってたんですね。でも比較的に実際に会わないといけないから、自分の顔をアイコンとかにしてやってたんですよ。そしたらなんかすごいありがたいことにって言ったらあれなんですけど、なんかその1週間だけの間でもなんか真面目に多分15人ぐらい、20人ぐらいかな、わかんないんですけど、なんかそれぐらいの人が、もしかしてバイアンドさんですかみたいな、なんかことをそのなんか DM とかでなんかその送ってきてくれたんですね。でもなんか私は目的がなんか明確で、それが終わったら辞めるっていう風に思ってたので、その自分がその人たちに返信することはなかったんですよ。でその人たちが私のアカウントを偽物だと思って通報したんですよ。もしかするとね、偽物でなんか本当のバイアンドはやってないかもしれないみたいに多分思ったんだと思うんですけど、出禁食らうぐらいなんで、どうだろう、10人ぐらいから来たんじゃないかなって思うんですけど、そしたらなんかプロフィールの写真が全部消えて、入れ直してくださいみたいな、なんかそういう感じのやつが出たんですね。幸いにも企画が終わってすぐにそれが起こったので、企画だけはできたので良かったんですけど、そういう風になったんですよ。普通偽物の人を本当に通報してその赤番というかを食らうことはあっても、なんか本物を偽物だと通報されて本当に赤番しちゃったっていう私パターンなんですね。だからすごいこの状況めちゃくちゃレアだなっていう、なんか面白いなって思ったんですけど、でそれがその去年の12月とか1月とかにあったことなんです。これは比較的最近なんですけど、私のなんか写真を使ってる人がいますよっていうのをなんか何度か DM でいただくことがあるんですよ。それはもう、もはや偽物のやつなんですけど、の出会い系で私の写真をなんか使ってる人が数人だと思うんですけどいて、でなんかそれでなんか怪しいことをしている人たちがいるらしくて、私のその顔をその写真というかアイコンに貼るとなんか自動的にそのアカウントが消されるみたいな、なんかそういうことが起こってるんですよ。なんかすごい笑っちゃうんですけど、なんかそういうことがなんか起こってるらしくて、だからなんか一言そのやめてほしいっていうのがあるんですけど、なんか私普段結構恋愛について話したりとかしてるので、その
もしかしたらですけど、その今後何か検証とかでなんかこうアカウントとかを使うこともあるかもしれないし、プライベートで使うことがちょっとまずないので、あの別にプライベートで使わない分には全然いいんですけど、なんかちょっとそれは勘弁してほしいなっていうのがありましたねっていう、なんか2つのそのことがあって、なんか私の顔がその赤その出会い系サイトではちょっと出禁みたいな感じになってるっていう話なんですけど、悪用するその顔にもなんかセンスがないというか、私はその登録者数で言うと全然多い方じゃないから、ぶっちゃけ確かに使うにはすごくなんか狙いどころだと思うんですけど、そのすっごいスタイルも綺麗で、なんか顔もすごい綺麗で可愛くてっていう人絶対もっといるのに、なんで私なんだろうってすごいなんか謎っていうか、なんかなんでそこ狙ったんだろうなみたいな、多分リアルな顔つきだからだと思うんですけど、なんかもうちょっと多分綺麗な人を選択した方がいいねは取れると思いますなんかそういうことを自分で言うのあれなんですけど、でも本当にそう思うので、なんかこれからそのちょっと意味わかんないかもしれないんですけど、なんかこれからその誰かの写真を使って出会い系始めようと思ってる人もしいたら、私の写真は使わないでください、使わないおうともしないでくださいっていう話でした、はい、あの出会い系を、プライベートで使ったことがゼロなわけじゃないんですよ。あのなんかもともとこの YouTube とかをやるってなった時に、結構他の同業者っていうんですかね、その恋愛系で同じようになんか発信してる人って、例えばなんか元ナンバーワンホステスとか、なんか元ナンバーワンホストとか、なんだろう、あとでマッチングアプリでなんか1位取ったとか、なんかいろいろそういう肩書きを持ってる人たちいっぱいいたので、なんかそういうのをちょっと欲しいなと思って始めたこともあったし、なんかもっとそのこれ YouTube をやる前、もっともっと前にも、一時期なんか面白い職業の人に会ってみたいなと思って、面白い職業の人だけと会ってたっていう時もあったりとか、結構なんか実験感覚でその出会い系使ってたことが多かったんですけど、今はそんなにないので、あの実際に何だろう、使ってる人たちが多分いたら、もしかするとなんか、なんだろう、スライド、なんかこういうのあるじゃないですか、なんかそれに私がいつかなんか出てくるかもしれないので、あのその時はそれは私じゃないので、あの通報していただきたいなと思うんですけど、ちなみになんかこの動画を見てる人たちってなんかどれぐらいの人がその出会い系とかをやってるかっていうのが結構未知数なんですけど、やってる人っているんですかね、結構いるのかな、どうなんだろう、なんか皆さん面白いエピソードあったら教えてくださいなんかこの動画でマヤンと結構トーク力まだない方だねって思った人はいいねボタンを押してくださると、その数が増えれば増えるだけ私がトーク力をもっともっと向上させようと頑張って、いける糧になるので、ぜひぜひお願いします。今日はこんな感じで、ちょっと、話したんですけど、また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。バイアンドでした。バイバーイ。